俺の名前は遠藤昇。遠藤、昼飯食いに行こうや。はい。日本の発展のために日夜働くサラリーマン。1974年、好景気をひた走る日本の中、社会に出た俺は、あそこはもう少し強く商品を押さないと誰も買ってくれないぞ。なるほど、勉強になります。東京の丸の内にある商社で日々サラリーマンとして研鑽を重ねていた。未だケツに殻がついたひよっこの俺にとって営業の仕事は難しいけど。遠藤、お前は新人だ。だから人の倍努力しないといかんぞ。はい。幸いなことに上司や先輩には恵まれているので、いつかは一人前になれると信じていた。そんな夏のある日のこと、昼飯を食べた俺は先輩と一緒に会社へと戻っていた。やっぱ夏はざるそばに限るな。昼からも外回りだし、少しでも量を取りたいですもんね。そうして俺たちの足が三菱重工業東京本社ビルに差し掛かった時のことだった。三菱重工業本社から強い光が見えたと思った瞬間、うわっ！爆音とともにものすごい力で俺の体を吹き飛ばされた。宙を飛んだ後に地面に叩きつけられる感覚。うわっ！なんだよ一体。何なんだよ。何が起こったかなんてさっぱりだったけど、俺は反射的に倒れながら身を丸めていた。そうしてほどなくすると、ガラスの割れるような甲高い音とともに何かが土砂降りのように降ってきた。うわー！落下物は刃物のように俺の足や腕の肉を削いでいった。一体どのくらい経ったのだろうか。ガラスの割れる音が止んで体を起こしてみると、そこに広がっていたのは戦場さながらの地獄のような光景だった。玄関ロビーがめちゃくちゃになって黒い煙を吐き出す三菱重工業東京本社ビル。痛い、助けて誰か。そして道路を埋め尽くすガラスの破片と痛みに声を上げる怪我人たち。あまりにもひどい光景に呆然としていた俺だが、そうだ、先輩は無事なのか。先輩のことを思い出して慌てて探し始めた。右足はほとんど動かないけど、そんなことは気にならなかった。先輩は俺よりビル側を歩いていた。無事でいてくれ。そうして必死に探していた俺は、本社ビルから少し離れた道路で先輩を見つけた。先輩、そんな。けれど見つけた先輩は背中にびっしりとガラスを生やして息をしていなかった。力も抜け、先輩のそばにへたり込んでいると、重症者は最優先で病院へ搬送しろ、急げ。救急隊が到着したのが見えた。俺はそばを通りかかった救急隊員を必死に呼び止めた。お願いします、先輩を助けてください。申し訳ない。だが彼は先輩を見るなり鎮痛な顔で首を横に振った。救急隊は救急車をピストンさせて次々に負傷者を病院へ運んでいった。腕の傷はともかく足はかなり深いな。出血も多い。最寄りの病院へ搬送だ。そんな中には俺の姿もあった。それから4日が経った。救急隊の見た通り、足の傷は筋肉を深く傷つけていたらしく。頑張ってください遠藤さん。普通に歩けるようになるまでかなりの日数を必要とした。けれど俺の怪我なんて先輩をはじめ亡くなった人たちに比べればかすり傷だ。次は三菱重工業爆破事件についての続報です。始まった。そうして俺が入院しているうちに、この爆発についても少しずつ分かってきた。あの惨劇を引き起こしたのは、東アジア反日武装戦線オオカミという武闘派左翼グループだった。奴らは第二次世界大戦以前の日本を完全な悪と捉えており、太平洋戦争を侵略戦争として憎んでいた。報道を通じてそれを聞いたとき、俺の中にあったのは燃えたぎるような怒りだった。そんなくだらない妄想のために先輩や多くの人たちが死んだっていうのか。あいつらは分かっているのか。爆発で吹き飛ばされる痛みを、割れて刃物になった4000枚分のガラス片が天から降り注いでくる恐怖を。あの事故で8人が死に、367人もの負傷者が出た。俺だって先輩のように無数のガラス片に体を貫かれて死ぬ夢を見るんだぞ。俺は退院と同時に会社を辞めてルポライターの世界に飛び込んだ。奴らのことを少しでも調べ上げて、必ずその手に手錠をかけさせてやる。東アジア反日武装戦線三菱重工の後も複数の企業爆破事件を起こしていた。奴らは武闘派組織だ。調べるのは一筋縄ではいかず。貴様、俺のことをつけているな。畜生、見つかった。脅しや夜襲をかけられるなど危ない橋も渡った。くじけそうになることだって何度もあったが、その度に見る悪夢を糧にして俺は決死の覚悟で食らいついた。そして事件から10ヶ月後の1975年5月19日、あの事件の実行犯4名を含む組織の幹部が逮捕された。やったぞ畜生。俺が警察にリークした情報なんてビビたるものだし、捜査の邪魔になったかもしれないが、それでも嬉しかった。あの事件から46年が経ち、私もとっくに現役を退いた。実行犯たちは2名が死刑判決を受けた。私の最後の仕事は、あの事件が風化しないように書き残しておくことだ。
本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では人間がバグってしまう瞬間をテーマに、これからも動画を作っていきます。過去の動画もぜひ。